日本もしかし女性の体操陣は随分若くなりましたね。そうですね、今回出てる4名全部が中学生ですし、はい、ぜひ期待をかけたいと思います。そうですね、はい、この選手は中学校の2年生1メートル37センチ、もうすでに3種目終わっております。 28.50 検討しております。瀬尾京子選手です。彼女自身としては非常にベストの状態で今演技を行っております。今年の全日本は9位でした。この床は確か始まりがムーンサルトで入っていたと思いますが。そうですね、はい、それからシリーズの加点の内容もどんどん入っております。そうですか、はい、楽しみにご覧いただきたいと思います。瀬尾京子選手です。中学校の2年生、朝日生命体操クラブです。静かに場内に曲が流れました。小さな体が大きく見えます。12メートル四方ブルーのマットです。まずは静かな曲から。ここから最初のシリーズが始まります。ムーンサルト。あ、成功しましたね。はい、ホッとしました。横言えばもうちょっと表現力が弱ってくればもっと良くなると思うんですけど、はいはい、でもまだまだこれからですからね、これからやっぱりこういう大会で勉強していただきたいと思います。なるほどね。これですね、前宙からの後方2回抱え込みの宙返りですね、はい、ここで0.1 の加点になるわけです。シリーズでこれが2つ目のシリーズ。この床が大好きだという瀬尾選手、もう4歳の時から体操を始めてるんだそうです。最後は後方回転2回宙返り、成功しましたね、はい、これが3つ目のシリーズ。どうですか、なかなか良かったじゃないですか。はい、とても嬉しいです。やっぱり具志堅さんも、はい、日本の選手が出てくるとドキドキしますね。そうでしょうね、はい、もう手に汗が握ってですね思わず応援してしまいそうです。そうですね、瀬尾京子選手の床が終わりました。これで